そろそろプレーオフに出たい。今シーズン開幕前、マイク・トラウト選手はこうコメントしました。MLB を代表するスター選手でありながら、2014年を最後にプレーオフ進出を逃しています。アメリカメディアからは、エンゼルスは、マイク・トラウトの最盛期を無駄にしている、という声が上がっています。トラウト選手は、自身の現状について、次のようにコメントしています。ここ数年は全ての試合に出られなかったから、フラストレーションが溜まった。僕はもう30代なので、そろそろプレーオフに出たい。プレーオフに出ることができず、競争することができないのが、一番辛い。毎日一緒に戦っている仲間と、あの場で戦えないのは、本当に辛い。トラウト選手と同じく、エンゼルスに所属する大谷翔平選手も、今年29歳を迎えます。トラウト選手は、翔平がこのチームでプレーするのは6年目だ。プレーオフに進出するなら、今年しかないと、彼も考えていると思う、と話しました。アメリカメディアから、翔平大谷があそこにいることは、犯罪的だ。球界は彼があそこから抜け出すことを求めている、という声が上がっているように、エンゼルスが今年のプレーオフ進出を逃した場合、大谷選手は移籍濃厚と見られています。トラウト選手は、翔平が残ってくれるなら、どんなことでもする、と述べた上で、複雑な胸中を明かしています。一番大事なのは、彼に合った道を選択すること。自分の考えに合った選択をしなければならないし、それは彼次第だ。20年前は常勝軍団として、圧倒的な強さを誇っていたエンゼルス。しかし現在は、大谷選手が活躍してもチームは敗れ、なおえという言葉が生まれるほど、弱いチームのイメージが定着してしまいました。なぜエンゼルスはここまで低迷してしまったのでしょうか。ここからは、エンゼルスの黄金期から、現在の暗黒期までの歴史を振り返っていきます。2014年のエンゼルスは、98勝64敗と30以上も貯金がありました。2位のアスレチックスに10ゲーム差をつけ圧勝。この年、チームの柱であるトラウト選手がキャリアハイの記録を残します。ア・リーグ1位となる111打点を記録したほか、リーグ3位の36本塁打を放ちました。さらに、前年に怪我で不振に陥っていた主砲のプホルス選手が復活。28本塁打、105打点を記録し、最強打線を引っ張ったのです。さらにエースのウィーバー投手が18勝を挙げ、チームを牽引。連続2桁勝利記録を9年に伸ばしたほか、ア・リーグ最多勝にも輝きました。中継ぎから先発に転向したシューメーカー投手も躍動。規定投球回には届かなかったものの、16勝4敗、勝率8割と圧倒的な成績を残しています。この2人以外にも、リチャーズ投手とウィルソン投手が10勝以上を記録。最終的に先発4人で60近い勝ち星を挙げました。さらに、この年エンゼルスが記録したエラーの数は83個。これはメジャー全体でも3番目に少なく、堅守な一面も見せたのです。暗黒時代突入。エースのウィーバー投手は2015年に7勝12敗と負け越し、防御率は 4.64 と厳しい結果に。ルーキーイヤーから続いていた連続2桁勝利がストップしました。翌年、復活をかけて臨んだウィーバー投手でしたが、防御率 5.06 とさらに成績が悪化。オフには FA でチームを去ります。ウィーバー投手同様、シューメーカー投手も15年は、防御率 4.46、7勝10敗と負け越し、貯金どころか借金を作ってしまったのです。さらに、翌年もシューメーカー投手の不調は続きます。9月の試合では打球を頭に受け、頭蓋骨を骨折してしまったのです。リチャーズ投手も14年に13勝を挙げましたが、16年に右肘痛を発症します。さらに、右肘内側側副靭帯の損傷が発覚。手術は回避したものの、7月以降の登板はありませんでした。17年も6試合の登板で1勝という成績に終わったリチャーズ投手。18年に再び右肘痛を発症し、7月にはトミー・ジョン手術を受けたのです。そしてこの年のオフ、FA でチームを去ってしまいました。ウィルソン投手は2010年以降シーズン負け越しはなし。しかし、15年は防御率 3.89、8勝8敗の結果に終わります。翌16年に肩と肘の手術を行うと、1試合も投げずに17年には引退を表明しました。14年に10勝以上の勝ち星を挙げた4人の投手が、たった4年の間に全員チームを去ることに。最強と呼ばれた投手陣が、一瞬で最弱と呼ばれる結果となったのです。14年のシーズンオフ、トレードで獲得したヒーニー投手。
若手有望株と期待されるも、16年は1試合に登板した後、肘痛を発症します。その後トミー・ジョン手術を受け、シーズンが終了してしまいました。翌年以降もパッとしないヒーニー投手は、20年に開幕投手を務めるも、4勝3敗、防御率 4.46 と厳しい結果に終わります。ヒーニー投手同様、若手有望株として期待されていたスカッグス投手。しかし、14年にトミー・ジョン手術を受けると、翌15年もリハビリの影響で登板機会はありませんでした。16年にようやく復帰したスカッグス投手でしたが、成績はいまいち。16年から18年まで2桁勝利を挙げることはおろか、貯金を作ることもできませんでした。19年は開幕からローテーションの一角として、15試合に先発したスカッグス投手。しかし、7月に宿泊先のホテルで亡くなっているのが見つかったのです。原因はドラッグの過剰摂取でした。当初は事故であると結論付けられたスカッグス投手の死。しかし翌20年、薬物を提供しこの件に関与したとして、元エンゼルス球団職員が起訴されます。結果的に、禁錮22年の判決を受けた元球団職員のエリック・ケーシー。複数の元エンゼルスの選手が、ケーシーからドラッグを与えられたことを証言していました。2012年末、5年総額1億2500万ドルの大型契約を結んだハミルトン選手。しかし、この選手もいわばチームの不良債権でした。13年以降は打撃不振や故障に悩まされたほか、15年には薬物の摂取が発覚し、レンジャーズにトレードされました。エンゼルスは、ハミルトン選手とプホルス選手の獲得により、2012、13年と2年連続でドラフト1位指名権を喪失。ファーム組織の弱体化にも影響が及んだのです。また、2010年から16年のドラフトで指名された投手のうち、エンゼルスで先発マウンドに立ったのは1人だけ。しかも、21年に2試合投げたのみに終わり、現在は行方不明とのことです。ドラフト戦略の失敗により、若手有望選手が枯渇したエンゼルス。他球団が満足いく交換要員を用意できず、トレードで即戦力選手を獲得できない状態に陥っています。しかも、投手陣が壊滅しているにもかかわらず、チームはなぜか投手補強に動きません。そのくせ野手は再三度外視で大物をかき集め、不良債権を量産しているとも言える状態。2017年にトレード移籍してきたアップトン選手は35本塁打、109打点を記録し、5年総額1億600万ドルで契約延長します。しかし、翌18年には自宅でワイングラスにより負傷。故障者リスト入りしてしまったのです。アップトン選手の不幸は19年以降も続きます。守備中に左のつま先を痛めて離脱したほか、右膝も故障し、63試合で打率2割1分5厘と低迷。翌年以降も故障続きで成績が安定せず、22年の開幕前に戦力外通告を受けます。また、レンドン選手は19年オフ、7年総額2億4500万ドルで、エンゼルスと契約を結びました。しかし、21年には故障が続き、58試合で打率2割4分、6本塁打、34打点と不良債権の仲間入り。22年もレンドン選手は右手首の怪我で、47試合の出場に終わります。さらに9月のマリナーズ戦では、乱闘に参加した罰として、出場停止処分が課されます。今年もレンドン選手にはさらなるトラブルが。試合終了後に、アスレチックスファンと揉め、胸ぐらをつかむ動画が拡散してしまったのです。その結果、罰金と4試合の出場停止処分が課されてしまいました。2018年からは弱体化した投手陣の補強のため、全盛期を過ぎた中堅やベテランの先発投手をかき集める作戦を決行したエンゼルス。しかし、この作戦はすぐに失敗に終わります。同年オフ、30歳でエンゼルスに加入したケーヒル投手。アスレチックスで2010年に18勝を挙げた投手ですが、19年は4勝9敗、防御率 5.98 を記録。1年で戦力外通告を受けます。ケーヒル投手と同じく、ハービー投手も18年オフに加入。前世紀の15年は13勝を挙げるも、19年はたったの3勝止まり。防御率は 7.09 で、こちらも1年でチームを去りました。19年オフには、FA でテヘラン投手を獲得。過去に2桁勝利を5回記録した投手でしたが、2020年は1勝もできず、4敗で終了。当然1年で戦力外となりました。2021年1月には、当時32歳のキンタナ投手が加入。8月途中まで24試合に登板したものの、0勝3敗で防御率は 6.75。こちらも1年でクビという結果となりました。エンゼルスが苦心してかき集めた4投手の勝ち星を合計しても、たったの7勝。敗戦は21敗を数え、防御率 6.97 と散々な結果に終わったのです。長年エンゼルスで指揮を取ったソーシア監督。ことあるごとに GM と衝突し、トラブルになることも。15年にはデータを重視するディポート GM と意見が衝突します。GM は愛想を尽かして突如辞任。前年地区優勝したにもかかわらず、異例の辞任劇でした。
リポート GM はその後、マリナーズの GM に就任。エンゼルス時代に GM 補佐だったサーバー氏を監督に据えると、安定した成績を残し、昨年にはプレーオフにも進出しました。一方、エンゼルスは、ソーシア監督のデータを全く活用しない方針がチームに悪影響を及ぼします。そのため、エンゼルスのデータ分析部門は、他球団よりも一歩も二歩も遅れていると言われているのです。オーナーであるモレノ氏は、積極補強をサポートするなど、球団最高のオーナーとも呼ばれていました。一方、典型的な金も出すが口も出すタイプでもあり、ハミルトン選手の獲得もモレノ氏の意向。結果は、先ほど触れた通りです。ハミルトン選手以外にも不良債権の獲得経験があるモレノ氏。2010年には、ブルージェイスの不良債権と呼ばれていたウェルド選手の獲得を指示。当時のリーギンス GM に、24時間以内に獲得できなければクビ、と脅し、伸び盛りのナポリ選手をトレード相手として放出させました。しかし、ウェルズ選手は不審にあえぎ、たった1年でエンゼルスを去ることに。そして、ウェルズ選手の獲得と成績不振の責任をリーギンス GM に押し付け、退団を迫ったのです。一方、ナポリ選手は強打の捕手として他球団で活躍。11年には30本塁打を記録したほか、17年まで主軸として出場していました。20年には、当時のエプラー GM が成立させた、ドジャースとのトレードを認めなかったモレノ氏。結局破談に終わりました。このように偏っていると言わざるを得ないモレノ氏の補強戦略。2021年開幕時点でトラウト選手やプホルス選手などの野手年俸トップ5を合わせると約1億2000万ドルにも上ります。これはチーム全体の約3分の2にあたり、バランスの悪さが露呈する結果に。昨年のドラフトでもエンゼルスは1位から20位まで全員投手を指名するという奇策に出たのです。こういった事情を踏まえ、アメリカの野球専門シンクタンクベースボールプロスペクタスは、モレノ氏を猛烈批判。ビッグネームの選手を好む一方、ドラフトや育成を軽視。長期的視野に欠けるモレノの意向に、GM が振り回された結果が現在の停滞を招いた。などの辛辣な意見も掲載されました。同じく、ベースボールプロスペクタスでは、すべてのベースボールファンは、大谷とトラウトがプレーオフで戦う姿を目撃する権利がある。何より、大谷とトラウトには、プレーオフの舞台を味わう権利があるはずだ。と、モレノ氏を遠回しに皮肉る内容も。今年こそ、大谷選手とトラウト選手がプレーオフで活躍する姿が見たいですね。